ルートビヒ・ジュッターリーンはドイツのグラフィックアーティスト。ドイツの筆記体の一つである、ジュッターリーン体の発案者である。ジュッターリーンは1865年7月23日、シュバルツバルトのラールに生まれた。どのような幼少期を過ごしたのかは不明だが、ベルリンに移住してグラフィックアーティストとして活動を始め、1896年にベルリンで開催された。 産業博覧会のポスターで有名になったのが最も注目すべき時期である。その後、ベルリン王立美術工芸博物館附属学校で教師として働き、芸術的なフォントの講座を開いていた。1911年、ジュッター・リーンはプロイセン王国の文化賞から幼稚園や学校向けのコースを作るように命じられた。このような教育システムとの関わりが後に、 ドイツの告示を作るという野望につながったのかもしれない。当時、現在の筆記体は交互に筆圧をかけるもので、小学生が筆記体の練習をするのは困難であった。そこで、ジュッター・アリーンは、子供向け、初心者向けに線幅を均一にし、すべての文字を垂直にし、幾何学的に直線、または円形にするという筆記の方法論を開発した。この新しい、 よりシンプルな文字によって芸術的才能のあるなしに関わらず、すべての生徒が文字を書くことができるようになったのである。1914年、ベルリンの学校でジュッターリーン体を使用する最初の試みが始まり、最終的には1924年にプロイセン政府がベルリンの全校における教育用国示として採用した。ドイツの他の州もプロイセンの例に習い、 1930年頃から、ドイツでは主に教育用にジュッター・リーン・体が導入されるようになった。しかし、自らの業績の欠実を見届けることなく、ジュッター・リーン・体の全面採用に先立つ1917年11月20日に、ベルリンにて52歳で死去した。ありがとうございます。